りんごんがとっても大好きな毒クヘビが青森県弘前市からお届けする「旬のりんご情報」弘前りんご日記 YouTube 版今回はシナのゴールドを紹介したいいいと思いますはい、こちらのシナノゴールドはですね比較的最近の、まあ、最近って言っても <laughs> ここ何年かのりんごだと思うんですけれども。 えっと品種登録が平成11年っていうのを今目に入りましたね。そうですね。あの毒ヘビが小学校の頃から食べてるようなね、そういう鉱玉とかムツとかとは違って、この大人になってからできたという意味でね、えー、新しい方のリンゴかなと思いますけれども、こちらのリンゴね、あの黄色いリンゴってあの甘いリンゴっていうイメージがすごいあったんですけど、まあオーのイメージなんですかね。でもこちらのシナノゴールドはですね。 こう甘いだけじゃなくて酸味があるパリパリであの甘酸っぱいリンゴということで結構毒蛇は初めて食べた時に衝撃を受けたんですよね本当にここ何年かであのリンゴ農家の方に教えてもらって食べたんですけれども黄色いリンゴのイメージがすごい変わる本当に硬くて酸味があって で甘さもしっかりあってそして、あのー、シナノゴールドはね結構長持ちもするというねえー、本当に今までの黄色いりんごのイメージを <laughs> 打ち破ってきたドクヘビにとっては衝撃のりんごそれがシナノゴールドなんですけれども、はい、このように皮ごとかじってもですねこちら身がねしっかりしていて、あのー、丸ごと食べても美味しい。ちょっとでもね ちょっと大きめだったんでこれを1個食べるとかなりお腹がいっぱいになるかなと思いますけれどもはい蜜が入ってるタイプのリンゴっていうイメージはないですねでも本当にあに、のー、甘さがしっかりしていて、えー、蜜は入ってないんですけれどもうん味が濃い味が濃いリンゴっていう感じですかねうん甘くて酸っぱくてバリバリに硬い うん、そして日持ちもするっていうことなのでそうですね優しい味が好きっていう感じの人でなければでちょっと柔らかいリンゴが好きっていう感じの人でなければ割と味的にはですね万人受けする王道の美味しいリンゴかなと思いますまあ富士がね赤いリンゴの中では王道ですけれども黄色の中ではシナノコールドが毒蛇的には一番こうみんなにおすすめ したいリンゴと言えるかなと思いますはい、そんなわけでシナノゴールドまだ食べたことがない方はですねぜひ食べてみてほしいなと思いますそうですね力強いお味のしっかりしたリンゴですそんなわけで、えー、今回は美味しいシナノゴールドを紹介いたしましたではまた